サーティグループの発表です。まずはマッチコミッショナー審判団の発表です。マッチコミッショナー藤本浩二、主審木村博之、副審木川田信弘、副審大川直也、第4審判平田地敬吾、以上になります。それではサンフレッチェ広島スターティングイレブンの発表です。38番ゴールキーパー大迫圭介、2番ディフェンダー野上優希、23番ディフェンダー荒木隼人、19番ディフェンダー佐々木翔、25番ディフェンダー田島雄介、8番ミッドフィルダー川上隼人、6番ミッドフィルダー青山俊弘、50番ミッドフィルダー藤井智也、10番ミッドフィルダー森島司、24番ミッドフィルダー東俊樹、9番フォワードドーグラス・ピエーラ、リザーブ1番ゴールキーパー林拓人、3番ディフェンダー井林明、7番ミッドフィルダー野津田拓人、44番ミッドフィルダーハイネル、18番ミッドフィルダー柏吉美、14番ミッドフィルダーエゼキエウ、20番フォワード永井亮、監督ジョース。